皆さんおはようございます。斎良平です。今日が11月13日、月曜日ですね。ということで、今日から新しい週が始まります。ということで、気合入れてやっていきましょう。で、僕はまだ、えー、名古屋の方にいますね。はい。名古屋の方にいて、今日までもう少し仕事をさせていただいて、えー、帰ろうかなと思ってます。はい。なんな感じで、ここ、昨日ね、あの感覚の話、研ぎ澄ますのか、開くのかっていう話をさせていただいたんですけども、まあ、その感覚っていうもの自体を、 まあ研ぎ澄ましたり、そして広げたりとかっていうする五感をね、あの磨くっていうこと自体はとっても重要です。はい。とっても重要なんですけども、まあ人を見抜くとか、流れを読み解くとかっていう意味でもとっても重要なんですが、その話をね、YouTube でやってた時にふと思い出したのが、あの、ペンキ画家の正元さん。この前ね、青森の方で僕公演に参加させていただいた時もお話ししてたんですけども、あの、無駄な時間を大切にするっていうところがあるんですよね。無駄な時間ってを大切にするってどういうことよっていうのは、 多分それって、まあ、普通に歩いてる時に四季を感じたりとか。 風景を見たりとか、虫の音を、小鳥の声を聞いたりとかっていう、そういった時間を大切にしていくっていう。まあ、これも五感ですよね。これを五感っていうものを研ぎ澄ましていく中で、これに対して意識を向けるっていうこと。その無駄な時間って案外無駄じゃないことが本当に多いんだなっていう。ただ皆さんがよく、まあ、例えて言うと、皆さんも今、運動がとても重要ってことで、ウォーキングとかマラソンをしてる人もいらっしゃると思うんですよ。でも同じようなことをやってるようで、ウォーキングと散歩って言われたら、ちょっと違いますよね。 ウォーキングっていうのは目的意識がある。今日はどれだけ歩くとかどれだけ走る、何カロリー使う、何歩歩くっていう目的意識があった上で、まあ、その目的を達成させるためにそこに意識を集中させていく。 でも、散歩っていうのは、別に取り留めもなく、えー、何歩歩くとか、何カロリー使うとか、何キロ歩くとかじゃなくて、なんとなく、で、コースも別に決まってるわけじゃなくて、なんとなくただダラダラと周りを歩いていくっていう。ここに対して、もちろんウォーキングやマラソンはとっても重要です。運動っていうのは運を動かすことになっていきますので、それを定期的にやっていくことも重要。なんですけども、時折、散歩の時間を入れてみるってことですね。今、目的意識を持って、走ろうとか。 ね、歩こうとかっていう人たちがいるならば、時々散歩の時間を入れてみようっていうのもそう。で、いきなりウォーキングを何キロやろうとか何歩歩こうとか走ろうとかって考えると、なかなかハードルとかけて難しいけども、ちょっと時間空いた時に散歩してみようかなって考える方から、今度はそこからウォーキング、次は何キロ歩こうって考えてみても入りやすいと思うんですよね。っていう中で、散歩っていうのは、ふらふら歩きながら、うん、四季を眺める。同じコース、同じ道を歩いてるのに、 季節によって、日本という場所には四季があるので、えー、風景も違うし、匂いも違うし、そして聞こえてくる音も違うっていうことに対して、耳や目を、そして五感を傾けてみるっていう風にやってみると、五感っていうもの自体は開いていく。なのでそこは、ウォーキングをとか、マラソンをすると目的意識があるので、あんまり意識しないんですよね。今日はちょっと寒いなとか。 いつもと風景は違ったり虫の音だ聞こえたりそこに対してやらなくてもただただ自分の目的を達成するがためだけにまっすぐそっちに向いちゃうこれが悪いわけじゃないんですけどもまあ無駄な時間とか五感をっていう風にして考えた時にそういった時間を対戦にすることが 自分自身の子が、まあ、もちろん昨日言ったみたいに、まあ、開いたり研ぎ澄ますって時に、まあ、山にこもるとかっていう方法、まあ、あえて死に目に遭うとかいう人は全くないんです。自然にやっていけることができるよっていう中で、普段からの小さな積み重ねっていう中で考えた時に、目的意識を持って何かをやるっていうよりかは、ただだラらだらと過ごしてみるっていうところで考えてみると、えー、全然違う,う五感の開き方や時間の過ごし方ができるんじゃないかなって思ったこともそうです。その上で僕も、 お店をやったときに、まあ他にもね、いっぱいお店が、あのカラオケ店っていうものがあったときに、なかなか僕もそこで、僕が多分その地域で、も、ま、う、あ、最後ぐらいの、本当出店をしたんですよ。もう今更もう無理だよみたいなことをいっぱい言われたんですよね。まあ確かに、まあ大手もありましたし、えー、もう安さとか、もう最新機種とかじゃ全然勝てないんですよ。もう資金力が違うので。うーんって思ってるときに、まあ、 もう日毎日を借金を返すで、接客をして、その上でお客さんに喜んでもらうことが重要なんだということで、いかに安く、いかにサービスを提供するかっていうことに集中してた時期があるんですけども、なんか、それじゃあお客さんがあんまり喜んでくれてないんだなーって思った時に、ふとした時に、 あのー、悩みを聞いてちょっと手見してごらんよみたいな感じで手を見,し見て手相を見ながらこうだよああだよってアドバイスをしてたらその方がすごく喜んでくれたことがきっかけでこれいいなと思ったらだん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 広まってってで僕の中で言うと、まあ、スタッフのから一時期その時のスタッフのからは僕が あの出勤して働いてる時間の中でお客さんの手相を見てる時にあなた 1, 1円にもならないのにそんなことやって何の意味があるんですかってつまりこれもその時のスタッフの子たちからしたら無駄なことだったんですなんだよねってなんだけどお客さんが少しでも喜んで帰ってくれるならいいし何よりも自分が楽しかったんですよ喜んでくれる人がいてくれたからだからこそ何かして喜ばせよっていうことに考えた時に無駄なことやってって言われてたけど結局それがきっかけでお店にはたくさんのお客さん来てくれたことも一つそうですし もう一つ何かっていうと 大手とかか他他の他店の店人たたちがそれを真似でできなかったんですよねだからそれを目的で来る人たちは確かにたくさん来たんだけどもそのおかげでお店が繁盛したっていうことにもつながっていく最初に見た時にすごい無駄なことだと思われてたんだけども売り上げいくらねこれだけお客さん入れるこれだけのサービスをするんだっていうものじゃなくてなんとなく空いた時間になんとなくやってたこと自体無駄だったかもしれない無駄な,無駄なのかもしれないと思ってたことがあったけど今考えてみたらあれから十数年20年近く経ってみて そのことを専門的に扱った上で講演をやってみたり、本を書かせていただいたりっていうことを、あのやらせていてるのは本当に無駄なんて何もないんだなっていうことを感じましたね。なので、まあ、そこで無駄な時間を体質にしてみる。まあ、五感っていうもの自体に意識を向けるっていうこともそうですし、それに対して自分が楽しいのかね、えー。ウォーキングっていうもの自体はもちろん楽しくはないと。あの楽しくないことはでも散歩って。 楽しいと思うんです。その上でそれを通した上で誰か人を喜ばせるきっかけを何か見つけられるっていうのもすごく大きなヒントになるなっていうこともそうです。で、まあ、僕自身が今回その五感の話をしていく中でも本当に思うことはそうですよねあの前々からお話ししてる通り。 考えることをやめて感じることをすると考えるっていう能力ってすごく高まるっていうこともそうです。自然を見ながらふらふら歩くっていうこともそう。なので、先ほど言ったウォーキングなのか散歩なのか、例えば僕の今の仕事も出張なのか、えー、観光なのかとは全然違いますよね。なので出張になると、もう新幹線、飛行機行く時から何をやるか考えてスケジュールまで調整した上で行く、その上で目的をやる、その上でさすが帰る。もちろんこれは悪いことじゃないんです。 もちろん無駄が全くないっていう行動をなるべくやろうと思うんですけどもこういったことを意識するようになってきてあちょっとだけ余分な時間を取って、えー、近くにある神社に行ってみようとかあそこの山って何があるんだろうとかあそこの自然に触れてみようとかっていうふうにしてやってくるようになって僕の感覚がだいぶ開いてきたのかなっていうのを感じます。 正元さんの話もそうですし、それより前にも同じようなことを何度か言われたことがあるので、ただただ目的達成するために遠くに行ってさっと帰ってくるとかっていうものよりかは、ね、ただ毎日歩くとか走るとかっていうよりかは、その中に無駄な時間を見つけてみるっていう。無駄、うん、無駄、うん、無駄、無駄なのかもしれません。あの何にも得られないかもしれないけど、それでもその中に、あの自然の中に身を委ねてみるっていう時間を作ってみようっていう風にして意識してみて、まあ、今回も、 名古屋に来て、ちょっとね、あの、まあ、仕事で会う人もいらっしゃるんですけども、それ以上に、ちょっとだけ自然の見てみようと思った上で、自然の中に少し時間を過ごしてみようと。ね、少しでも早く帰った方がいいって思うかもしれないんだけども、まあ、空き時間もあったりするので、まあ、そこに対して、あの、ただ、 携帯を見なながらホテルにこもるとかではなくて自然に触れてみることもそうですしあとは最近ちょこちょこやってるのは人間観察です、はい、自然に触れていくこともそうですしどの地域に行っても青森に行ってみる長野に行ってみる北海道に行ってみる今回は名古屋に行ってみるっていう中でその地域ごとの風景と匂いに意識を向けてみるだから全く風景も違いますし匂いも違うんですよそう思ってたら今度人に対して興味が生まれてくるんですよねそして この町の人はどんな歩き方をしていてどんな格好をしているのかどんな表情をしているのかっていうのを、まあ、ちょっとね道端の方のちょっと腰掛けられるような場所にちょこんと座って人通りの多いところでじーっとこうやって見てますけどもやっぱり違いますね全然違いますあの地域ごとにあの違いがあるなっていうところでは、まあ、大きな町とかちょっと田舎の方に行ったりとかでも全然意識が違いますけどもん一つ今回見て感じたことはやっぱり大きな町にいる人たちは表情歩き方にゆとりがない えー、田舎の方に行けば行くほどゆとりを持っている人が多いなっていう感じイメージがありますでもそのゆとりっていうものを、えー、言い換えるならば無無駄駄なな時間ををを大切にしてていいるる人たちと無駄をなるべく省いて目的だけを達成もちろんこれも重要ではあるもののその「無駄な時間」の中には「無駄ではないものすごく重要なヒントがたくさん隠れている。 感じようとと思ったら考えるることが発達するし、えー、自分たちが死期を感じる中に、えー、感覚が開きそしてその中には研ぎ澄まされてる人もいるって考えた時に、えー、無駄な時間なんて本当にないんだなってことを感じましたはいそんな感じで、えー、最近ね僕も表現の仕方一つで全然違うなって思いますけども今日は休みます、えー、その今日は休みますっていう表現を言う時に えー、寝て過ごしますとかいうのが、えー、僕はね最近はあの春を待つじゃがいものように過ごしますっていう、えー、表現をするし散歩に行く時はどこに行くのって言ったら、えー、脳を舞う蝶のように、えー、散歩していきますっていうなんかこの感覚だけでも全然違ってくるなとでもそれぞれに対してもじゃがいもにも蝶々にも,も目的意識がちゃんとあるんですけどね、えー、もしかしたら、うん、僕たち人だけが唯一モテる、えー 特典というか、そういったものは何かあった、無駄な時間をゆったりと過ごすっていうのは、もしかしたら僕たち人間だけにあるものかもしれませんし、そしてもう一つは、うん、そうですね、それって、僕たちがすごく忘れてしまってる重要なことなのかもしれないなっていうことを最近、改めて感じましたということです。<music> はい、そんな感じで、今日も皆さんと、本動で、てやっていきたいと思います。では、いきます。いきます。せーの、よっしゃということで、今日も元気よく行きました。 でも。<music>